はい、ビートのよろずやでございます。本日は、チキンライス。チキンライスは、ご飯がね 2.5 合ぐらいなんですよ。だいたい 800g ぐらいのご飯を使いました。チキンライス、この中華鍋でちょっと作りました。それと、こっちが札幌一番醤油ラーメンで、肉ワンタンと刻みネギが入っています。早速それではいただきます。まずは札幌一番からです。これを忘れていた。スパイス。スパイス入れて、おい、塩コショウ。醤油ラーメンは白コショウ入れな、おしないですからね。わあ、うまい。肉ワンタン。うん。うん。うまっ。うん。それ、チキンライスをいただきましょう。チキンライスいただきます。チキンライス美味しいです。チキンライスは、まあ、ご飯ちょっと2合半、まあ、800g と、ミックスベジタブルですか。ミックスベジタブルというかグリーンピースと、コーンとそれとサラダチキンですか。サラダチキンはちょっと細かくして、ほんで調味料は、塩コショウとあと、コンソメ、それからウスターソース、それからケチャップ、それから、トマトピューレ。チキンライスはあのトマトピューレ入れるとめちゃめちゃ美味しくなります。まあ、ケチャップなかったらケチャップだけでもいいんですけどね。ちょっとウスターソースはほんの少しですわ。トマトピューレを入れると、あの店のチキンライスみたいになりますよ。チキンライスうまい。どうせチキンライスするんやったらなんでオムライスにしないんだっていう話、ね、オムライスにしようと思ったけど、ちょっと卵は1個しかなかった、卵は3つぐらい、まあ3つぐらいいるんですよ。あの量が 800g だから。肉ワンタンめっちゃいい仕事しますわ。すいません、僕もともとはあのギッチョやったんですよ。もともとちっちゃい頃左利きやって、もともとはあのずっと左で食ってたんやけど、まあ大人になってどっか飯食べに行った時に隣の人にこう肘が当たるんですよ。ほとんどの人が右で食べるじゃないですか。あ、それでこれは左利きあかんなということで右で、食えるように練習して、今はもう両利きで食えます。カニですよ、カニ。カニ男ですよ。
でもあれですよ、あのチキンライスと醤油ラーメン合いますよ。今日はもう帰ってきた札幌一番ですわ。最近札幌一番食べてへんからね、めちゃめちゃ恋しくなったんですよ。チキンライスうまい。でチキンライスはね、あのご飯炊くときあのちょっと水めっちゃ少なめ水の量を減らして、もうパリパリにした方があのチキンライス美味しいのできます。チャーハンよりもちょっと水少なめの方がいいと思います。チキンライスってあるでしょ、ご飯に一緒にしちゃったらあんまり落ちないでしょ。まあ、僕は大体チキンライス作るときはあのこの中華鍋使います。中華鍋ね、ひっつかへんぞ。ちゃんと手入れしてたら全然ひっつかへん。で、あんまり洗うとき、この中華鍋って洗うときね、あんまり洗剤使わへん方がいいんですよ。で、食べ終わったら基本的にタバシでガーッとこすって、お湯、まあまあこんだけ寒かったらお湯の方がいいですね。お湯でバーッとこすって水でガーッと洗おうと。まあ別に洗剤で洗おうともいいけど。で水洗いしたらまたフライパンを空焼きせなあかんすよ。で火でバーッと炙って煙が出るぐらいまでガーッと炙って、んで冷まして、中華鍋を冷ましてからまた油塗るんですよ。サラダ油をベーッと塗って、うん、サラダ油を塗っとくと、次やった時にもう、まあ、とりあえずもちろんあれですよ、やる時は火入れてフライパン温めて熱くして、で油引いてやらなあかんですけど、そうやってたらもう全然しつかないんですよ。まあ、ただ鉄鍋やからね、どうしても重量があってちょっと重たいんですよ。だから女の人だったらちょっと中華鍋きついかなみたいな。まあ今アイリスオーヤマとかね、ダイヤモンドコーティングでね、ひっつかへんフライパンとかあるんでね、まあ、そんなんがあるから、まあだいぶ料理はしやすくなったかなっていうのはありますね。でもやっぱり鉄鍋はやっぱ美味しいですよ。で鉄鍋って火通るの早いんですよ、うん、まあダイヤモンドコーティングのフライパンも熱飛んで早いんですけどね、鉄鍋はもっと早いですよ。なんかその上に卵スクランブルエッグとかドレスドオムライスとかああいうの作るときはアイリス大山のダイヤモンドコーティングのフライパンを使うんですよ僕は。まあ、それ以外別に例えばラーメン
三玉とかそういうの作ったりとか、あと野菜炒めとか作ったりとか、そういう時はもう普通のコーティングのついて普通のフライパンでやりますけど、もう使い分けてます。だから鉄のフライパンやったら、鉄の中華鍋やったら、あの鉄の、あのステンレスのお玉使っても全然傷とか全然いかへんからね。そういう面ではいいですよね。ダイヤモンドコーティングのフライパン使うと、あのシリコンとか傷のつかへん、まあ、木のお玉とか木製の、まあ、あれなんでやらなくんからね。手が出ました。だから調理器具もあれもこれもいっぱい買ってたら使い切れへんす。でしかも置くとこなくなります買いすぎたら。この前ちょっとアイリスオーヤマのダイヤモンドコーティングのフライパンを買ったんですけど、やっぱりめっちゃ良かったですよ。もう目玉焼きなんかもうツルンツルンですよ。まあまだ動画ではまだあのアップはしてへんけど、一回そのダイヤモンドコーティングのフライパンであのなんか卵焼きとか目玉焼きとか作って一回披露 してみようと思ってるんですけど、まあ今ほとんどの方はもうね、そんなコーティングのフライパン使ってるよね。まあでもフライパンはでもあれよね、なんだかんだ言うて卵料理で卵がもうひっついたらもうあかんよね、基本的に。やっぱ卵はね、もうだし巻きなんかでもこうベターってひっついたら巻けへんすやん。やっぱりくるくるってもう巻けるように、まあ、やっぱり卵料理で、あ、もうひつくよではもう自分やろね、やっぱチャーハンとかはね、やっぱ中華鍋で作った方が やりやすいです、うん、どうしてもこの高さがあるんでね、こうなってるんでこうひっくり返しやすいんですよ。火が出た。
完食いたしました。ごちそうさまでした。あ、うめえ、はい、めちゃめちゃうまかったです。はい、今日のチキンライスと札幌一番醤油ラーメン、めちゃめちゃ美味しかったです。はい、まあ、本日はこの辺で終わりたいと思います。これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それと、ご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、また会いましょう。